最後まで平止めして2人で是非ちょっとだけ見るので聞いてください。風が吹いてるんですが、よければね、ぜひそれだけでも聞いててください。冷めた太陽という曲をやりますって言ってください。朝が覚めるは5時半例の月曜日、こんな日にも私は中途半端な目覚め。昨日のお酒のせい冷め下がる神戸、湯沸かして好きでもないコーヒーを入れた昼が全部空に飛んできました。月のない元が助けに没頭灰色の景色が作りました。顔を隠した大人に紛れ大人のふり CD も、販売しておりますので、もし聴いていただけたら
ら、一日500円で、三食入り新聞紙で販売してますので、ぜひぜひ、お出かけの方よろしくお願いします。で、無料で、新聞も配ってるので、ぜひぜひ、1枚、1食入りか、皆さん引こうというタイプで、やってるんで、それもぜひぜひ、お伝えしてください。で、この曲も、カンカンデリの道を探しながら歩いてた。見慣れていない靴と真っ白な夕暮れも、何分後には風が吹いて、雨が降ってきた。いつも大体君はそう、風の吹くの日に雨が降る。いつも大体君はこう生きた途端に邪魔をされ始まりだ。
黒く塗りつぶされた壁を眺めていた。たまに見ると白い壁、不安定な子供の塗り絵のようだと、おかしくもないのに笑う。夜2時半に浮かんだこと、真暗闇に消える気づかぬふりで振り振りしてて、混ぜすぎた手ぐるみで
はですね、その3曲入りの「ふやこの方」というタイトルの入っている2曲目の「チョコレート」という曲目の曲目全員聴いてください。聴いてください。チョコレートという曲です。3分前の日中何も思わず歩いてた。
段間デリの道を探しながら歩いてた。飽き慣れていない靴と真っ白な入道雲も何分後には風が吹いて雨が降ってきた。いつも大体君はそう、仕立てのその日に雨が降れた。いつも大体君はこう、愛してきたら途端に出会ったね。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。また来ます。